皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。オスナ選手の離脱後、ホークスの守護神を務めていた松本裕樹投手。しかし、前回の登板では先頭打者に四球を与えたところで緊急降板し、ファンからは不安の声が上がっていましたが、5日にホークスは松本投手の出場選手登録を抹消。抹消の理由は右肩痛としていましたが、今回の松本選手の離脱で衝撃の真実が発覚。なんと松本投手は数週間前から右肩の痛みを発症しながらも、ここまで強行出場を続けていたのです。 CS を控えている状況にもかかわらず、投手陣の崩壊を招いている現状にファンから批判の声が上がっています。今回は松本投手の登録抹消の真相と投手崩壊が起きた原因についてご紹介していきます。今季は開幕から首位を独走し、このまま優勝を決めたいソフトバンクホークス。しかし、4日の2位日本ハムとの試合は痛恨の逆転負けを喫して連敗。優勝マジックを減らすことはできず、足踏みすることとなりました。しかもこの日は勝利を目前にした9回、ソフトバンクの3点リードで迎えた場面で、クローザーの松本裕樹投手が登板。しかし、先頭打者に四球を与えると、そのまま緊急降板してしまいました。この降板で流れが変わったのか、松本選手の後を任された大山投手が3連打と内野ゴロの間に同点とされると、岩井投手にスイッチ。しかし、1軍で無安打投球が続いていた新人右腕をもってしても相手の勢いを止められず、水谷選手に決勝打を浴びると、続く清宮選手にツーランを被弾。勝利目前の最終回で6点を奪われ、悔しい逆転負けを喫しました。同日の試合後、倉野伸治投手コーチ兼ヘッドコーディネーターは、松本選手について、今だから言えるけど、1ヶ月以上前からだましだましやっていた。実はブルペンでノースローの時もあった。今日はそれがギリギリの状態ではなくなってしまった、と衝撃の事実を明かしました。松本投手は今季は自己最速159キロを叩き出す一方で、慢性的な右肩の痛みに耐え続けてきました。高校時代には右肘痛を押して甲子園に出場した逸話は語り草となっており、人並み以上に痛みに強い松本投手ですが、先月31日のロッテ戦で右肩はすでに限界を迎えていたようです。4日の最速は145キロとかなり落ちていました。同僚たちからは、千葉からよく辛抱してここまで投げたと思う、と松本選手への敬意を表する声が相次ぎました。試合後、松本投手は、途中で離脱してチームに迷惑をかけたなと思います、と悔しさをにじませました。後を受けた大山投手、岩井投手が打ち込まれての逆転負け、ベンチで涙する大山投手の背中をじっと見つめる松本投手の姿が痛々しくありました。若い投手に負担をかけただけに、苦しい場面で大事な試合というところを共有していた中での9回、投げたことのない緊張感だったと思うので、もともと僕がみんなを信頼して投げないという選択肢を取れば、ああいうことにならずにいったのかなという思いもありながら、本当に申し訳ないという気持ちがいっぱいでした。自らで登板回避する選択をしなかったことに反省しきりでした。ここまでオスナ投手に代わって守護神を務め、50試合に登板し、2勝2敗23ホールド14セーブ防御率 2.89 をマークするなど、救援陣の柱としてフル回転してきました。まずは最短の10日を目指してやれることは全部やって、チームの戦力になれるようにというところを目指して、無念の離脱に歯を食いしばり、早期の戦列復帰を誓い球場を後にしました。ここまで代役で守護神を務めてきましたが、配置転換により明らかに不安定な投球が続いていました。抑えのポジションに不向きである可能性も取り沙汰されていましたが、今回不調の原因が登板肩によるものだったことが発覚し、ファンからは批判の声が上がっています。しかし、翌日の5日、筑後で取材対応した倉野コーチは、誤った表現をしてしまったので訂正したい、1ヶ月だましだましと言ったけど、痛みをごまかして投げていたわけではない、疲労による張りが取れるのが遅くなっていたので当番間隔を空けながらやっていた、痛みという認識ではなく回復しきっていないという感覚だった、ブルペンでもうちょっと早く判断できればよかった、と前日の発言に訂正を入れていました。今後は病院での診察も予定しており、一軍に残ったまま回復の様子を見ていくようです。続けて倉野コーチは、
回復したらまた戻ってこられると思う。回復が遅くなるぐらい疲労が蓄積していたとコメント。倉野コーチはあくまで疲労によるもので故障ではないと強調しましたが、それでもファンの怒りは収まることはありません。ゲーム差を縮められているとはいえ、 CS 進出も確定的な状況、さらにシーズンも終盤に差し掛かった現状でクローザーを失うとあってはファンの怒りも納得できます。そしてこの怒りは倉野コーチだけでなく、ブルペン担当の若田部コーチにも飛び火しています。というのもかねてよりファンの間では若田部コーチの一軍投手コーチ就任は不安視されていました。大英時代に先発の柱として活躍し、2017年から現在に至るまでソフトバンクの投手コーチを務めている若田部コーチ、昨季まで三軍投手コーチを務めており、今季は小久保監督の一軍監督への内部昇格とともに若田部コーチも一軍投手コーチに昇格しました。しかしこの組閣の発表当時、ファンからは懐疑的な意見が上がっていました。というのも若田部コーチ、一軍投手コーチに就任するのは2度目で、2018年に一軍投手コーチを務めていました。しかし就任後の2018年は投手陣の成績が振るわなかったのです。前年の2017年、圧倒的な成績で優勝と日本一を果たしたホークス、その時の投手防御率は 3.22 と12球団1位の数字を記録。しかし2018年の防御率は 3.90 とパリーグ3位、12球団では4位の数字に悪化。そもそもこの年は妙に蛇行だったので、球界全体で見ても防御率が高く、この年のセリーグは巨人が3点台で、その他のチームは4点台だったので、一見すると悪くない成績にも思えますが、前年球界全体で1位の数字を記録したところから12球団4位の数字になっているわけなので、間違いなく防御率が悪化しています。成績低下の原因は投手陣の前年の疲労や守護神のサファテ選手の離脱など不可抗力的なものも重なった背景もあるため、一概に若田部コーチの全責任とは言えませんが、先述した通り数字は目に見えて悪化しており、ファンからの印象はそもそも良くなかったようです。何よりチームのエースとして活躍していた千賀投手がこの年は露骨に成績が悪くなっており、現在阪神で活躍している大竹投手には投げている感覚がわからなくなったと言わせるほどに間違った指導をしており、不調の原因を作ったとも言われています。今では投手陣の柱として活躍しているモイネロ投手もこの年だけ不調に、1試も取れず3失点で降板した試合では若田部コーチから恫喝されたという情報もあるのです。この年のモイネロ選手は49試合登板、5勝1敗、防御率 4.53、 13ホールドと現時点でキャリアワーストの防御率を記録しています。他にも投手指標として今では一般的に用いられているウィップを知らなかったりと、コーチとしてどうなのかという一面も晒しており、ファンの中ではどうしても評判が悪い様子。そして今回の松本投手の離脱でブルペン担当の若田部コーチが松本投手を壊したのではないかと噂になっており、ファンからの批判を加速させる要因になっています。ただ若田部コーチにも責任の一端はあるでしょうが、そもそも倉野コーチをはじめ投手コーチ陣全体の責任ではないのでしょうか。順位的にも無理するほど逼迫はしていませんし、そもそも松本選手が無理していることを知りながら松本選手の登板を止めることはなく、結局シーズン終盤で守護神を失うという非常事態を招いているわけです。今回の松本選手の離脱は起こるべくして起こったと言えますし、ホークス中継ぎ陣の不調が続いている理由が今回明らかになったのかもしれませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。